異教異教とは、二つの宗教、または、宗派、教派が存在するとき、両者の関係について規定する概念である。二つの教派が、教義、信仰原理、神学思想、崇拝対象、宗教儀式等の内実の、ややにおいて、共通するものをほとんど持たないか、共通する内容を持つが、異なる宗教であると考えられるとき、この二つの宗教、 または、教派は、相互に、異教関係にあるという。ヘブライ語聖書、旧約聖書には、異教の偶像を破壊するように命じられている。また、キリスト教をはじめとする、ユダヤ教からの文化勢力を否定している。イスラームは、経典の民と他の異教を、一応は区別した。歴史的には、宗教的排他主義と呼ばれる立場を取ってきた。福音派は今日でも、 ローザンヌ制約で表明された、神学的排他主義の立場を取るが、エキュメニズムには、宗教的包括主義や宗教多元主という立場もあり、この三つの立場は、アラン・レースの三類型と呼ばれている。宗教の起源には、諸説がある。地域的で、民族に固有な宗教と、広い範囲に布教され、民族や、国家や言語を超えて人間であれば、誰でも、 神徒となれる宗教がある。前者を通常、民族宗教と言い、後者の広い領域に広がる宗教を世界宗教、または普遍宗教と言う。原始宗教が地域宗教や種族宗教となり、さらに民族宗教として統合され、民族宗教が地域や血縁の枠を超越して、多民族や多様な地理的領域に不況拡大するとき、世界宗教になるとも言える。 原始宗教や民族宗教、総称宗教は互いに地理的に接触することが普通で、このことからある宗教が他の宗教の教義や信仰原理、神学や宗教神話、あるいは崇拝対象としての神や霊格や宗教原理を模倣したり取り入れたりすることが起こる。このような取り入れが大規模に起こり、二つあるいはそれ以上の宗教の間で、 どちらの宗教ともつかない両方、複数の宗教の要素を合わせ持った宗教が成立するような事態をシンクレティズムへ、シンクレティズムという。集合はシンクレティズムの一種である。世界宗教は通常、シンクレティズム過程を経て成立することが一般である。民族宗教が世界宗教へと自己超越する契機は他の宗教との競合や融和や 神学の導入などでシンクレティズムの結果として世界宗教が生まれるとも言える。宗教では同じ宗教内部で崇拝対象や教学の違いから文化が生じるのが普通である。宗教が自己発展過程で自然的に文化を生み出す場合もあるが多くの場合文化の形成にはシンクレティズム過程が関係する。 宗教内部において文化が成立するとき、文化間で主導権の争奪が起こることがある。このとき、古くからの伝統を継承すると称する文化が、自己の強派を正当とし、争う、相手の文化を異端とする事態が生じることがある。宗教が改革される場合、改革された、新しい文化が自己を正当とし、急平な文化を異端とする場合もある。異端と正当は、 相対的な関係にある。シンクレティズム過程で、新しい教派、分派が生まれたとき、この分派は、異端とされることがある。しかし、シンクレティズムの程度によっては、新しいシンクレティズム宗教は、最初から、自己は、元の諸宗教とは異なる、異教だという自覚を持っていることがある。異教の自覚や認識には、様々な要因が関係する。 二つの宗教あるいは宗教教派が異教関係にあるということは文派間の立場の相違や政党と異端との争いの中で文化を相互に比較すると事実上信仰原理や教義や進学などにおいて別の宗教とみなす方が正しい場合に両者は異教関係であるという。地理的伝統的に独立して成立した原始宗教や民族宗教などは 文化とか異端という概念以前に自命的に異教であると認識されるのが通常である。ある原始宗教、民族宗教、時に世界宗教において信仰原理や世界観などが著しく相違する文化が成立し、文化と本来の民族宗教等との間の宗教原理や神学の違いが文化や異端の域を超えてきくなった場合、 元の宗教と新しく文派過程で確立した宗教は異教関係となることがある。このような例は、インドにおけるバラモン教とその異端的文派といえる原始仏教やジャイナ教の関係がそうである。中心となる神学概念としての我、アートマンの存在や輪廻転生について、原始仏教もジャイナ教もバラモン教の概念を継承しつつ、その位置づけに違いがある。 原始仏教は釈迦が創始したとされ、ジャイナ教はバルダマーナが創始したと通説では言われるが、原始仏教においても、ジャイナ教においても、先行する宗教思想が存在し、これらの原型的な文化的宗教思想が宣伝された結果として、釈迦の原始仏教やバルダマーナのジャイナ教が成立したと考えられる。原始仏教やジャイナ教は、宗教としての独立を、開鎖。 仏陀やマハービーラが提唱すると同時に、バラモン教とは異なる宗教つまり、異教であるという自覚と認識を持っていた。しかし、バラモン教の側では、原始仏教やジャイナ教を異端として把握した。仏教においては、下道という用語で表されることがある。結果的には、バラモン教と仏教やジャイナ教との関係は、異教関係となるが、シンクレティズムによる異端化。 異教化ではなく、内部的な進学思想的展開における、文派の独立異教化の過程がこのような例においては、起こっている。文派化正政党、異端関係化、異教化が問題になる例としては、シンクレティズム過程が含まれる場合が多数ある。ある段階までは、教派は、元の宗教と文派関係にあるが、一定の変容の蓄積の結果として、異教関係となる場合がある。 異端階強化という問題で最も鮮明に視点の違いが現れるのはグノーシス主義である。既存宗教や既存文化の宗教的な要素を取り込んで自己の教義や神話に組み込むグノーシス主義宗教、様々な宗教から見て大変紛らわしく、原始キリスト教は地中海世界のグノーシス主義を痛んだとし、他方オリエントではゾロアスター教が グノーシス主義宗教マニ教を異端だとした。イスラム教もマニ教を異端として弾圧した。しかし、グノーシス主義側の立場からは、グノーシス主義は独自の宗教であり、原始キリスト教やゾロアスター教の神学的世界観の語尾を訂正使用した真の宗教の立場である。ペーガニズム、ペイグネザムを通常、異教主義、または異教と訳し、ペーガン、 ペーガンを異教徒と訳す。ペーガニズムとは、キリスト教の立場から見た、またはアブラハムの宗教の率から見た、古代ギリシアや古代ローマの宗教、マタゲルマンやケルトなどの伝統宗教で、通常、多神教でありアニミズムなどの要素を持つ。西欧文明が地理的に地球全体に広がっていくにつれ、ヒンドゥー教や仏教のような多神教、 あるいは多神教に見える宗教に出会った。これらもペーガニズム、すなわちキリスト教の側から見て異教の宗教となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。